メンタルアドバイザーの並木義和です。皆さんこんばんは、ラブ FM の DJ 咲子です。さあ並木先生、はい、8月もあと1日となりましてね。なりました、はい、この気象予報用語では6月から8月を夏、9月から11月を秋としてますけど、9月に入ると秋の気配感じるようになるんでしょうかね。そうですよね。なんか最近季節の変わり目みたいなものも曖昧になってきているので、ね、なんかこう夏がなくて例えばですけどね、冬が秋が来るとか、秋がなくて冬が来るみたいな、なんか、うーんっていく、非常にこう不思議な、ね、季節感になりましたけど、ね、はい。さあそんな中、並木先生は何月が一番お好きですか？やっぱり自分の誕生日月が一番好きですかね。何月というんだったら9月、9月、はい、うんうん、でいつといえばもう12日、はい、みたいなことですよね。、はい、そっか、でも、あ、そうかそうか、先生夏はがお好きって、季節で言うと夏がお好きでしたからね。そうです、そうです、はい、うん、寒いのがね確かダメだった、そうなんです、寒いのは好きくないです。はい、はい、じゃあもう、じゃあ来月はもう本当になんかもうフィーバー、よっちゃんフィーバーな年に。そうですね。先生いくつになるんですか？50です。いや25でしょ。うん、本当はね。うん、そっかそっか。ちょっと見えないね。出世します。そう、はい、もう。ということで、これから30分どうぞ最後までお付き合いください。並木義和の愛こそはすべて。今月はまるっと夏休みスペシャルでお送りしています。はい、アスク並木先生ということで、今月のスペシャル企画、今夜がファイナルです。ファイナル。はい。ボックスに入ってるクエスチョンカードもね、残り少なくなってまいりまして、ね、はい、今夜時間が許す限りいろんな質問にお答えいただきたいと思います。はい、じゃあこちらです。いや、今までもだいぶね答えてくれましたけどね、はい、お、ハイヤーセルフと喧嘩したことはありますか？ありません。あ、やっぱ、そうか、自分だもんね、そうです。ハイヤーセルフというのはもう本当に調和の意識そのものなので喧嘩にならないですね、そうか、なんかこう無茶振りとかしてこないんですか？無茶振りっていうのはないです、ないか、はい、無茶振りっていうのは結局僕自身のことをよく知っているので。そうか、そうです、そうです、どうせ走らないしとかもう分かってくれてるんですよね。そうです、皆さんのハイヤーセルフもそうです、皆さんのことを、要するに皆さんが知っている以上に知ってますから、まあ、はい、大事な存在ですね。そうです、感謝ですね、はい、はい、多分ハイヤー先生のハイヤーセルフもなんか美しいんだろうな。いや、みんな美しいですよ。あら、みんな完全性のまさに現れですから。そう、本当の自分がハイヤーセルフですからね。ここ私、あのね、ここにいるっていうよりももう全体を含んでます。うわ、はい、そうか、うん、よし、はあ、よし、何のよしだろう。いや、さあでは次、最近ハマっているものは何ですか？最近ハマってるもの、そうですね、僕最近はドラマ見るようになったかな。2つあのレギュラーで見てるのが、水川あさみちゃんの、笑うマトリョーシカ、そして、松岡茉優ちゃんの、ギークス、なんかギークスっていうのはね、すごい専門性な、専門的な知識が抜群の、いわゆるオタクの人みたいな、はいはいはい、そういう、なんかそういう意味があるらしいんですけど、はい、なんかそういう、まあ、役でね、あの茉優ちゃんが出てるんですけど、それも見てますね。はい、これはみんな追っかけ再生しなきゃいけないですね。よし、お、ガチャガチャの思い出はありますか？ガチャガチャの思い出、結構ちっちゃい時はやったかな。なんかね、屋台のガチャガチャとか、ラーメン屋さんとか、なんかね、そういうのが好きだった。あとは、例えばラーメンとか、こう、サンプルみたいなやつの、最近はもうすごい高性能、はい、高性能、なんていうの、あの、よくできた、はい、詳細なねやつがありますけど、昔はまあね、そうでもなかったけど、でもすごくそれが、はい、こう子供心に楽しくて、そういうのはやりましたからね。じゃあこう、はい、お小遣い持ってね、お小遣い持ってとか、おとんとかおかんに、ああ、はいはい、なるほどなるほど、あ、坊ちゃんだな、いや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 、もう私も今つけて腕につけてるこう緑の竜さんの、これもガチャガチャなんですけど、もう最近のガチャガチャすごいんですよね。もう専門店があるぐらいなんで。なるほど、もうだってすごい種類でしょ今ガチャガチャ、はい、羽田空港になってすごいよ。はあ、そうそう、だから、あの、出国する前に皆さんも日本円をそれに変えて、ガチャガチャに変えて変えられるっていう聞きますからね。ねえ、だからすごいもう流行り市場ですよねガチャガチャね。あとやっぱ日本のね、技術が詰まってますよね、あの500円ぐらいでね、はい、あのレベル、クオリティっていうのがね。なるほどね、はい、さあどんどん行きましょう。もうこれでファイナルですからね。ファイナルですから、はい、
下半期に海外に行くご予定はありますか？うん、スペイン。うわスペイン、うん、いいですね。またあれイベリコ豚ですか？イベリコ豚、そうですね。ああいいですね、ずっと行きたいね、はい、あとカンボジア、それとハワイ島、うん、もう今さらっと3カ国言われましたけど、うんうん、はい、カンボジアは言うは何しにカンボジアへ？あ、仕事で行きます。あ、お仕事でね、うんうん、でハワイ島はあれですか、もうプライベートな、うん、ハワイ島も仕事で、もう仕事なんですね、うんうんうん、スペインだけプライベートで、あのプライベートで、あー、はい、いいですね、はい、まあ、でも旅行はねいいっておっしゃいますから、す 旅は本当にね別人になって、素晴らしいです、レベルもね、はい、人間としてのレベルも変わってくる、マイルも貯まるっていうね。続いての質問です、はい、フリック入力できますか？何フリック入力って？あのね、スマホであの文字打つときにシュッシュってやつ、あのそう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 、あできない、私もできない、うん、あみんなできない、あらららら、うん、ね、絶対ねタン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 の方が早いから、あの私もアルファベなんていうの、うん、こうパソコンみたいに打つ方が私は早い、うんうんうん、はい、早い子はね、早くシュッシュってやってるな、親指がね、親指だけが進化してるみたいなね、本当に素晴らしいです、うん、はい、よかったよかったね、学ぼう、うん、いやいや大丈夫です、先生には必要ない、うん、そうね、そんな気はないけど、うん、はい、うん、と思った。さあ続いて、うん、先生から見て興味深い人ってどんな人？興味深い人、うん、興味深い人、うん、要するにこの人は興味深いわってこう、うん、思わず見ちゃう人って意味ですか？そう、まあ、気になる人でもいいですけど、そうですね、やっぱ自分を生きてる人かな、そういう言い方をするなら、はーはー、うん、やっぱり自分を生きている人、自分を持っている人、うんうん、なんかこう誰かの真似とかではなくて、うん、その自分ってあるじゃないですか、うん、これをこう生きている人、はい、表現している人、うん、というのはもうねすごい、みんなその表現の仕方は違うけど、うん、その人なりのやっぱ魅力ってやつを、はい、まあ、簡単に言うとカリスマ性というやつを、その人なりの、うん、それやっぱり発揮してるので、カリスマ性ってやっぱりこう人を引きつける力なので、うん、やっぱりそういう人はすごく面白いなとか、うん、あなんかこう興味深いなっていう表現で、うん、やっぱりこう見るってありますね、うんね、うん、最近そういう人増えましたよね、なんかそうです、だから本当にやっぱり自分を生きる人たちっていうのが増えてきたっていうのは、うん、僕はこれがこそ大事なことだと思っているの で,、ね、うん、でそれを皆さんにお伝えしてきたので、そうだそうだ、こうしたお会いをね、はい、具現化してる方々ですよね、はい、次は、はい、最近もらって嬉しかったものはありますか？もらったもの、あ、僕、うん、サイキコさんからもらう、うん、パック。ああ、フェイスパック？はい。やだ、あれも何がいいか分かんないから、うん、適当に選んでるんですよ、お店で。だから毎回いろいろあって、うん、ね、使い心地だったり、使い勝手とかも違うでしょ。うん、非常に、これね、これ、毎、だってあったら毎日使うものだから、うん、ああ、そうか。すごく嬉しいわけですよ、ね。あ、そうなんですか。あとは、もう本当に皆さんがいろいろやっぱりいただく、ワインをもいただいたり、お花をいただいたり、うん、まあ、それみんな嬉しいですよね。うん、だって、ワインなんて、お酒なんてもう瓶重いのに、それをこう、地方から持ってきてくださったりとか、うん、で海外からね、お土産でとか持ってきてくれたりとかもするので、うん、もうそういう気持ちがでも嬉しいですよね。ね、物もそうですけど。本当そうですよね。うん、私もなんか、以前先生のほら、あの、ワークショップっていうか、うん、あの、大規模な、ね、はい、会場でされた時、最後に皆さんありがとうって言った時に、うん、もういろんなところからものがね、あ、なんか おひねりみたいなのいっぱい来てると思って見てたんですけど、まあ、皆さんね、はい、それぞれ先生が喜んでくれるだろうなっていう気持ちで選んでね、うん、持ってきてくださってるっていう ね、うん、ね、それを思って考えてくれて感じてくれた時間っていうのがあるわけですよね、うん、だそこが嬉しいってことですよね。 その人のことを思ってだからね、そうなんです、そうなんです、本当にありがたいです、ありがとうございます。いや、もう私は先生からいただいたこのね、はい、あの輪っかみたいなの輪っかみたいなね、もうつけてエムリアンカーです、ね、はい、はい、初対面の人との接し方にアドバイスをお願いします、うん、初対面の接し方もその相手がどういうその気質、うん、性格性質を持ってるかによっても違いますよねって。例えばだってね、じゃあ自分がフレンドリーに話しかけたいって思ったとして、うん、自分のあり方として、はい、でも相手はそういう形ですぐにグーって距離を縮められるっていうのは苦手なんだよねって人の中にはいるじゃないですか、うん、はい、でやっぱりそういう部分をこう感知するっていうのかな、感じてみるっていうのかな、うん、やっぱりそういう部分がまず最初は必要、はい、特に初対面の人には、うん、でいて、でもそれってなんかこう相手のその気分を害さないようにとか、うん、何か相手にこう気に入られるようにとか、そういうことではないんですよね。単純にお互いがいい関係性を作っていくためにどういう距離感がこの二人の間では大事かなみたいな捉え方です、うん、だからそれはあくまで基準は自分なんですよ、実は、うんうん、
だからそこでその自分のその人その人に対して感じるものって人それぞれ違うと思うので、そこでこの人はもっと逆にこう自分で話すのが苦手だからこうは入ってってくれた方が、だから自分の方に入ってきてくれた方がっていうのかな、うん、いいだろうなって感じたら積極的に話しかける、うん、話題を振っていくみたいになるし、うん、この人はすごく話したい人なんだなって言ったら、うんうんうん、ちょっと聞き役に回るみたいな形での距離感の取り方がいいと思います、うん、ねえ、うん、そのね空気を読むみたいなねこともそうですし、うん、だからあの大阪とかの飲みにこう入っていけるんですね、うん、先生はね、全然そうかねえ、はい、なるほど。アスク並木先生後半も続きます、はい。今月はまるっと夏休みスペシャルでお送りしています。はい、引き続きアスク並木先生質問にどんどん答えいただきます。はい、答えます。いやおもろいな、これ脳編集でね伝えたいねこれね本当。お、どうやったら動物、うん、ペットと仲良くなれますか。うん、やっぱりペットが何を感じているかっていうのを、うん、自分の気持ちに置き換えて感じてみるって僕大事だと思うんですね。よくどうやって動物と話したらいいですかね、動物の気持ちを理解したらいいですか、うんうん、って言うんですけど、その時にじゃあ例えば猫ちゃんの、じゃあそうですね、何でもいいんですけど、うん、じゃあタマちゃんを飼ってるとします、はい、ね、でその時に私がタマだったらっていう捉え方をしてほしいんですね、うん、タマちゃんが何を感じてるかなじゃなくて、私がタマだとしたら今何を感じるかな、うん、という捉え方です、はい、うん、例えば何を思ってるんだろうって言った時に、私が今タマだとして、うん、そのタマである私は今何を感じるって自分に聞いてみるんです、うんうん、これがテレパシーの基本になります。はあ、うん、自分に置き換えるということですね、うん、そうですそうです。結構俺猫とかってオーラを見るってなんか話も聞いたことがあって、うん、そうです、うんうん、特定の色のオーラにはなんかこう反応したりとか、そうですね、この色なんだら懐くとかなんかね、うんうん、そうなんです。特に猫ちゃんっていうのはやっぱり霊的な感性が強いので、うん、まあ、言い方を変えるとそういった霊的な、うん、まあそうですね、じゃとかまとかって言った時にそれを払う役割もしてくれるのでね、うん、はい、うん、本当にこう守り猫守り手になってくれますね、うん、はい、だからそういう自分がこの子だったらどう感じる、うんうん、どう思う、何を思うっていう、そういう捉え方で自分と置き換えてみるっていう捉え方がテレパシー能力を発揮する上での大事なベースポイントになると知っておいてください、うんうん、はい、おーおー、近所の野良猫でやってみよう、はい、そうです、うん、ではこちら、ご著書の翻訳は考えていらっしゃいますか。ほら、そうですね、翻訳は台湾では、うん、されてるんですけど、 そう、うん、その他でもね、ぜひしたいなっていうふうには思ってます。もう英語から、うん、英語なんて翻訳したらもう全世界にもう先生呼ばれて、ね、英語をしたいですよね、はい、英語そう、はい、やります、やりますだそうです、うん、もうこぞって今もう私ってがの名乗り出る翻訳家の先生のファンがいらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。なんだったらなんか1ページぐらいね自分で翻訳してそれをもう飛び込みで持ってきていただいたらね、うん、あ採用みたいなね先生が決まるかもしれない。はい、はい、今年の誕生日はどのように過ごしたいですか。誕生日はねいつもねどこにも出かけないです。あそうだった。うん、基本。はい、うん、そうなのでスペシャルな。一日日ですから自分のね、はい、はい、もう、うん、自由に過ごします、うんうん、はい、お友達は、はい、その他にね友達が祝ってくれたりはねしますけど、うんうん、はい、うん、ね、なんかいろいろ考えてくれてるみたいですので、ね、あら、はい、やっと四半世紀のちゃんでございます、はいはい、さあ次の質問でございます、はい、テレビに出るようになって何か身の回りで変化ありましたかと、うん、そうですね、声をかけられる回数が増えたっていうのはある。でもそれはテレビに出たからなのかどうかは不明です、うん、はい、うんうんうん、もうね、うん、毎週豪華なゲストの方と、はい、ハートフルテレビね、うん、虫の知らせで、ね、されて、この間なんてね お台場でのイベントになりましたし、ね、はい、そうですね、はい、あ、まあ、楽しくていいですけどね、ね、はい、ほんとほんと、はい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 、続きまして、苦手な生き物は、理由も教えてだそうです。G。ああ、だそうね、うん。それでしたね。テラテラしてる。テラテラしてるけどね。ギラギラしてる。まあまあでもね、まあ、はい、そうかそうか。まあ、見方によってはね、美しいっていう方もね。うんうん、そして、うん、ブーンって飛ぶ。ああ、飛びますねって寄ってくるみたいなね。そして、ひっくり返っているセミ。うん、セミファイナル的なね、触るとは生きてたみたいな。そばを取るとジーってなって、うん、なりますなります。そう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 。そういう、はい、ああ、うん、なるほど。はい、でそのセミちゃんもぶつかってくるでしょ。ああ、そうですね。まあまあな確率で。そう。
ぶつかってはまたヨタヨタとねっていう、はい、なるほど。じゃあ今年の夏もね、はい、先生以後いろいろ経験されたかもしれない、ラジオ番組をいろいろ担当して気づいたことはありますか？うん、はい、そうですね、ラジオってすっごい楽しいなってことです。うん、やっぱりその、まあ、テレビとかだとね結局こうやっぱり話せる範囲みたいなものっていうのがどうしてもこう限られるみたいな、どうしても制限ってすごくやっぱり出やすかったりするんですけど、まあ、ラジオだってもちろんあるにはあるんだけれども、もう少しその部分の範囲が広いので、やっぱりこう自分が伝えたいこととかっていうのが伝えられるっていうのもそうですし、あとはその聞いている側の立場に回った時に、こうラジオって目に見えないじゃないですか、こうイマジネーションが刺激されるっていう、はい、なんかそういうやり取りもすごくなんか楽しいなっていうふうに自分の中で思いますね。うん、はい、ね、もう横浜の番組もね、うん、楽しく聞かせていただいておりますよ、うん、毎回ね、はい、さあこちら、二日酔いの対処法はありますかと。ある。最近はね、だからあのケイ素がすごくいいよっていうふうにみんなに勧めていて、はいはい、でそれは今も使っているんですけど、うん、もう一つ仕入れたアイテムがあって、それも同じお友達から教えてもらったんですけど、はそのサンゴなんですよ。与那国島のサンゴの化石を砕いて、でそれをねお水に入れて、まあ別にお酒に入れてもいいんですけど飲むんです。そうするともう本当に二日酔いって僕しないんだけど、お酒が残っている感覚すらないみたいな感じです。あのそれをこう常備して、はい、飲んでます。なるほど、はい、先生が元気な理由が、はい、これでまた分かりましたね。もうなくなってきた。あら、もう、はい、みんなね聞きたいことが、あ、うん、もしも今ストリートピアノで一曲演奏するならどんな曲？エリーゼのために。あーなるほど、大体みんな弾いたがりますティロリロリルリルリルね、そうそうやりたがりますよね。はい、いいと思います、はい、それかも戦場のメリークリスマスかどっちかね。あ、なるほど、はい、なるほど、わ、はい、かりました、まあ、自分が弾けるものじゃないとね、だからできないからね。いや、そうですよね、うん、私なんて猫踏んじゃったももう追いつかないですよお部屋でくつろくときは髪を結んだりヘアバンドをつけたりしますか？いたしません。ああ、もうな、うん、そのまんまって感じですね、はい、へえ、あのシルクのキャップいいですよね、なんかね周りから結構ねおすすめ受けるんですけどね、うん、はい、はい、何事もうまくいかないときはどういうふうに乗り越えたらいいですかと。うん、別にうまくいかせることが全てではないので、うん、うん、僕たちはいつも言ってるんですけど、経験するこの経験のため体験のためにここにやってきてるんですよね、うん、要するに肉体を持って生まれてきてるので、うん、失敗の体験も成功の体験もうまくいく体験もうまくいかない体験も全て体験でしょ、うん、だからもう大成功なんですよ。やりたいことを思い通りにやってる、つまり体験したい経験したいってことをどれを含めて思い通りに体験してるので、うん、経験してるので、うん、それが大成功っていうふうに思えたら全然そういう捉え方とはおさらばになりますね。あ、はい、なるほどね、うん、あ、ちょっとこれは目から鱗の方もねいらっしゃるんじゃないかななんて思います。はい、質問が、わ、あと2個ある。うん、あとねゴミ箱の中に2個入ってるんですね。あ、じゃあもうね、はい、きれいにゴミ箱きれいにしましょう。はい、はい、ゴミ箱じゃないけどね。ね、そうだね、そもそもね、はい、あ、これから日本人はどうしたらいいですかって、ちょっとまあ、まあ、ね、そうですよね、ね、日本人はさ、もっと日本人を日本人であるということを、そして日本を好きになるということが僕は大事だと思うんですね。それは日本を理解するということです。だからもっと自国の文化に関して、やっぱり日本っていっぱいいろいろあると思うのね。だけどそういうものを自分が今、こう、興味関心を少しでも惹かれるテーマから学んでみるとか取り入れてみるっていうふうにしてみてほしいんですね。そうするとね、日本人としてのアイデンティティとか、日本人特有の DNA ってやつが活性化していくことになるんです。これが実は日本人が日本人としていわゆる立ち上がっていく、別に戦うって意味じゃなくて立ち上がっていく、自立していくって意味ね、ことにもつながっていくし、そういうこの自分の意識が電波になるね、それが、この世界中にこういいこう波を、僕はウェーブを起こしていくっていう風にあの感じているので、ぜひねそこからスタートしていただけるといいかなと思いますね、はい、先生のご著書のあのね、八百万の神の本もね、はい、読んでいただければと。ありがとうございます。最後です。はい、では最後です。思っていたのと違う、うん、ちょっとがっかりした世界遺産は、最後の質問がこれでした。ああ、なるほど。ね、いろいろあるんだけど、その、まあ、ちょっとがっかりしたって勝手にこの自分のイメージと違ったっていうわけね。うん、まあ、残念っていうよりも、マーライオンもそうだし、うんうん、マーライオンどこみたいな。あれちょっとちっちゃいって言いますよね。そうそうそう。っていうのと、あと北海道の時計台。本当に、あの、茶化してんじゃなくて探して、うん、どこだろうって、勝手にほら、大きい時計台をイメージしていたので、ビッグベンみたいなイメージでね、勝手にね。そうそうそう。なるほど。マーライオンもしっかりですけれどもね。うん、でもめちゃめちゃあの、北海道の時計台はあそこにある意味があるし、あそこにないと困るものだし、あれはもう素晴らしい。
ものです。素晴らしい働き、今になるとね、分かるっていう。わあ、やっぱちゃんと世界遺産にも意味があるということなんですね。さあ、夏休みスペシャル、アスク並木先生いかがでしたか？今回仕入れた情報ですね、我々のナミペリアにアップデートしたいと思います。はい、もう並木先生、たくさんの質問にお答えいただき、はい、ありがとうございました。楽しかったです。お送りしてきました、並木義和の愛こそはすべて。さあ、エンディングです。まずここでお知らせですね。はい、福岡天神のレサラホールにて9月14日土曜日に開催される DMM オンラインサロンによるスペシャルイベント、オンラインサロンフェス2024 in 福岡、並木義和の愛こそはすべての公開収録&ミニワークショップをはじめ、占い、スピリチュアル、ヒーリングをテーマに様々なゲストをお迎えしてのステージコンテンツが盛りだくさんのイベント。残念ながら会場参加のチケットが外れた方、また当日会場にはお越しになれない方には朗報です。 DMM オンラインサロンからこのイベントに参加できますよ。詳細は DMM オンラインサロンで検索、もしくはラベ FM の新着トピックスをご覧ください。ということで、はい、もういよいよね、9月になりますけれども、まあ、9月、はい、ね、どうしたらいいかとか、うん、ちょっとね、ここから冬至に向かってちょっとね、人の意識っていうのが少しね暗くなります。こう気持ちが落ちていくと言ったらいいのか、陰に傾いていくと言ったらいいのか、やっぱりそういう風になりがちになるので、やっぱり自分の気持ちをいかに明るく高いレベルに保つ工夫をするかというのが大事になってくるんですね。なのでちょっと日常の中で楽しみごととか、ちょっとこれやってるとすごくこう気分が上がるんだよねっていうことだったりっていうのを、いつも以上にちょっと意識して周りにこう取り入れていくために置いといてほしいんですよね。またはそういうものをできる環境を作っておいてほしいんですよね。それが趣味でも何でもいいので、でそして自分の気持ちがなんとなくこう重たくなってきたな、陰に傾いてきたな、こううつうつしてきたなっていうふうに感じたら、すぐにその楽しいなって感じることをこう意識的にやることみたいな形でこうバランスを取っていくっていうのを心がけてもらいたいなというふうに思います。なるほど、はい、インクを吸いたいと思います、うん、こうやって癒されます。いいです、いいです。だから本当にそれは人によって全然ね、何かっていうのは違うので、うん、もう自分にとってっていうのを大事にしていただけたらというふうに思います。はい、並木先生の情報に関しては並木義和さんのオフィシャルサイトをチェックしてください。はい、それではまた来週お耳にかかりましょう。愛こそはすべて。愛なら